これもあのトップ集団だからまだ3個ぐらいかな。いやいや、千葉からやるよ。これはもう村山君に頑張ってる。出場することはできませんでした。今40キロ通過、手元の時計で2時間4分08秒今、そしてゲラと高宮の差がもうなくなってきました。服部はここで何とかこらえたいですね。そうですね、あの追いつかれてからが勝負だと。関してはもう自分の体を自分でコントロールできていないんですね。一方で高宮君は自分の体をまだコントロールできていますので、はい、そういった意味でこの差が生まれているのかと思いますね。40キロを超えて日本人の先頭が変わりました。はい、1号車町田さんどうぞ。はい、その優勝も確信したというリベさん、最後はもう強さを見せて。お確信ですね、これね。そうですね、はい、東京オリンピック1964年エチオピア母国のアベベさんが金メダルを獲得したことは10歳の時に学校で習った、その東京に戻ってこられて嬉しい。そう、今最後のビクトリーロード10回目を迎えました。記念すべき東京マラソン、エチオピアレーサーリレーサー東京マラソン初出場、見事初優勝で飾りました。タイムは2時間6分54秒、この暑さの中2時間7分を切ってきました。そして連覇を狙ったディクソン・チュンバ、残念ながら連覇はなりませんでした。このチュンバとそしてキピエゴ、ケニアのリオデジャネイロオリンピックの選考にもかかわらず抜いた。最後残り 50m 切って抜きました。第2位はキピエゴ、今ガッツポーズで第2位フィニッシュ、今フィニッシュしまして、そして日本人2位でなんと青山学院大学の2年生下田、なんという男でしょうか。これが初マラソン、まだ大学の2年生、2時間15分30秒という10代日本最高記録を大きく塗り替えた。歴史的、歴史的日本人2位、今フィニッシュしました。一式と服部が今並ぶようにしてフィニッシュしました。最後は青山学院大学の服部が日本人3位でフィニッシュしていきました。リオデジャネイロオリンピックに向けまして日本人3位までが最低条件、最後逆転で服部の時代仙台育英高校の先輩で日本人2位、なん
関東大学2年生青山学院大学の下田優太、そして同じく青山学院大学の3年生の石木忠。この青山学院大学の2人がリオデジャネイロオリンピックの選考のその土俵に上がりました。駅伝の連覇を達成しました青山学院大学、そして東京マラソンにずらりと出場を決めてきましたが、見事にもうチーム一丸となって戦ったという感じでしょうか。それでは表彰です。優勝しましたフェイサ・リレサ選手には、本大会会長の日本陸上競技連盟横川博史会長から金メダルが贈られます。続いて増添陽一、東京都知事から月桂冠が贈られます。そして東京メトロ賞として奥義光代表取締役社長から記念トロフィーが贈られます。それでは優勝インタビュー、喜びの声を聞きましょう。見事優勝リレソ選手にお話を伺います。初来日初めての東京マラソンでの優勝、今の気持ちを教えてください。東京マラソンに優勝できたからです。チュンバ選手との激しいデッドヒートを制しましたね。チュンバが